よー、バレリアじゃねえか。なんだ、また仕事もせずにほっつき歩いてんのか。あんたには言われたくないわよ、ランツェ。仕事もせずに酒ばっか飲んで。私は今たまたま仕事がないだけ。この間だって依頼でちゃんと稼いできたんだから。その金ちょっとランツェ銀行に預けてみろよ。うめえ話があるんだ。倍にして返せるかもだぜ。いや、もうツケとか払ったりしたからすっからかん。牛乳すら買えないわ。解消ねえな。こんなのが同居人で天使ちゃん大丈夫かな。大体何がうまい話よ。この前は乗ってみたらひどい目にあったわ。全額なくなるなんて。そりゃお前、倍になるかもしれないってことはゼロになるかもしれないってことだぜ。あ、トトリ、ちょっといい？はあ、バレリアさんと、ランツェさん。ランツェさん、また飲んでたんですか？ああ。もう、毎日じゃないですか。お酒を飲むお金はあるんですね。それは。トトリ、こいつ出会ってからずっとこんな感じなのよ。街中をフラフラして。お前だってフラフラしてるじゃねえか。それにしても子供相手はやりづれ。フロッケにも頭が上がらないもんね。あの子のためにも節制しなさいよ。そうですよ。いつも心配してますもん。何かあったらフロッケさん泣いちゃいますよ。天使ちゃんのことを言われたら何も言い返せねえ。あれ？そういえば、バレリアさん、私に何か用事でした？そうそう、アーシャ見なかった？傷薬の在庫が切れちゃってさ。なんだ、また怪我でもしたのか？この間の依頼でちょっとね。心配無用よ、もう治ったし。お前こそ自分の体を大事にしろよ。天使ちゃんが悲しむぞ。誰が注意してるのよ、もう。アーシャさん、今日はまだ見てないですね。外に薬草でも取りに行ってるのかも。そっか、ありがとう。じゃあ帰ってくるまで待とうかしら。え？今お腹鳴りました？飴玉なら持っていますけど。ありがとう。これで夜まで持つわ。ランツェさん、今日こそ船のこと教えてくれませんか？私ずーっと待ってるんですけど。いや、その話はまた今度にしてくれ。仕事探してこねえとな。もうそう言ってまたフラフラするつもりなんでしょう。わった、わかったって。あの子たちが来てからここの空気も少し良くなったわね。準備に時間かかっちゃったね。早く出発しよう。二人とも、ライザたちから聞いたわよ。故郷に一度帰るんですって。よければ私たちも同行させてくれないか？え、でもマリオンさんはオートでの調査があるんじゃ。それがね、調べてみるとオート以外の町や村に立ち寄った異邦人も大勢いることが分かったのよ。それで一度あなたたちの故郷の方も調査しようと思って。オートにはまた来ればいいわけだし。へえ、なるほど。あと
この不審者を監視するっていう仕事もあるしね。おいおい、まだ信用されてなかったのかい？もう親友同士だと思ってたよ。ロマンさんはどうして一緒に？錬金術師の君の力になりたいんだ。同行して手伝いをさせてくれ。ありがとうございます。いろいろと興味も尽きないしね、君の周囲のこととか。え？え？ああ、いや、君が使っているアトリエとか君の死のことについて言っているんだよ。やっぱり監視は必要のようね。なんか賑やかでいいね。じゃあ一気に飴玉で行っちゃう？ううん、道中で経験を積んでいきたいな。素材も補充できるしね。真面目、それでこそレスナちゃん。それじゃ、いざ出発の時。見てください、ロゼ先輩。空回りだけはするなよ。順風満帆、思いっきり行くよ。さあ、どうしよう、私の出番だね。強そうだね。いつでも大丈夫。どうなっても知らないよ。こんな状態じゃ慎重に行くか。大敵を恐れるべからず。何とかしないとな。徹底的にやってやるぞ。すごい。体が。次の行動は。落ち着いていくぞ。前線を上げる。今のうち。フラフラする。目が回る。油断しないようにね。行くよ。全力を出せそうだ。みんなチャンスだよ。いつでも行けるぞ。いつでも大丈夫。ちょっと怖い。勝ち目はある。さすがだな。どうしよう、好奇一寸べからず。面倒だな。よし、錬金術の力解き放つぞ。なかなかやるな。また夢に一歩近づけたね。ロロナ先輩は私が守ります。あれ、これでいいのかな。よし、集中していこう。油断しないようにね。しっかりと行くよ。疾風怒涛のごとく。ああ、うん、私の出番だね。なんとかしないとな。慎重に行くか。慎重に行こう。どうなっても知らないよ。俺が相手だ。いつでも行けるよ。いつでも大丈夫。一気に行くぞ。すごい。俺の番か。勝ち目はある。崩れたぞ。満々だよ。いつでも行けるぞ。いつでも行けるよ。行くよ。さあ、
全員で行くぞ。みんなチャンスだよ。前に出るよ。輝け。順調だな。浮いた。順風満帆。この調子で行くよ。慎重に行くか。よし、錬金術の力解き放った。まとめて叩き込むぞ。落ち着いていくぞ。慎重、いくよ。すごいの、いくよ。皆さん準備はいいですか。これなら面倒だ。こいつで叩き伏せる。無事に終わったな。じい先輩の錬金剣、よく見ておかないと。後で見せてやるから、敵に集中してくれ。順風満帆。この調子でいくよ。負けないよ。敵を恐れるべからず。焦らず行こう。どうするか。よし、とりゃ。なんとかしないとな。私の出番だね。慎重に行くか。どうなっても知らないよ。俺の番だな。大敵を恐れるべからず。面倒だ。こいつで叩き伏せる。まあやってみるか。前線を上げる。今のうち。私の番だね。敵を恐れるべからず。油断しない。いけるよ。輝け。その調子。あ、開いた。好奇一すべからず。ちょっと怖い。次の行動はこれを使うよ。助かった。それありがとう。もう一回。そろそろ全力出しちゃうよ。いつでも大丈夫。金術の英知、これで仕上げ。完璧。また夢に一歩近づけたね。出てきたのもそこまで前じゃないけど、でもずいぶん前な気がしちゃうね。なるほど、ここがレスナたちの故郷か。なかなか険しい場所にあるわよね。最初に来た時も大変だったけど。おや、君も来たことが。あ、そうだったんですか。この世界に来て最初に立ち寄ったのがここだったの。そこでザスキアさんと会って、その時もこんな風に月が出ていたのをよく覚えてるわ。月が二つあることに驚いたもの。え、それって普通じゃないの。私のいた世界には一つしかなかったのよ。そこで、ああ違う世界なんだって思ったわ。あの大きい月が大の月で、その隣の月はこの月って言うんです。子供の月ということだね。大の月なのに反対は小の月じゃないのね。確かにあんま気にしたことなかったけど、ちょっと変な呼び方かも。古い文献では黄金星という呼び方もあるんです。黄金星。大の月より輝きが強くて金色の輝きだからのようです。諸説あるようなんですけど。なるほどね。確かに小さいのに存在感あるわよね。そうだ、
せっかくなら高台に上がってみますか。すごく眺めがいいんです。月もよく見えますよ。私のお気に入りの場所です。そうね。ただまずはここに来た目的を果たさないと。そうそう、お母さんに会いに来たんでしょ。そうだった。すみません、行ってきます。それじゃあ私も一緒に、ぜひご挨拶を。こら邪魔しない。あなたはちょっと私の手伝いをしてちょうだい。わかったよ。そう睨まないでくれ。そういう叱り方は骨身に染みて効くんだ。じゃあまた後でね。レスナちゃん、お母さんびっくりだったでしょ。って、あれ、なんか落ち込んでる？お母さんに何か言われた？それがね、会えなかったんだ。お母さん、ちょうど遠出しちゃったとこだったみたい。冒険に出ますって浮き手紙だけあって。そっか、残念。でもさ、また帰ってくればいいんだし。うん、そうだよね。ありがとう、イザナちゃん。イザナちゃんはどうだった？お家に顔出してきたんでしょ？私のとこは相変わらず。ちょこっとハンマーを見てもらったくらいかな。あら、二人とも帰ってたの？師匠、どうしてここに？そりゃこの村に住んでるんだから、どうしても何もないでしょう。慌てんぼうさん。そうでした、慌てんぼうです。最近はアトリエでしか会ってなかったもんね。なんか懐かしい感じ。そうだ、レスナちゃん、課題のこと話したら？それで、もしかしたら。あ、そうだね。師匠、いい報告があるんです。それはもう、大吉報なんですよ。わかったわ。なんだか楽しみね。の道具を持ってきたよ。はあ、ぜひ見てみたいです。ソフィー先輩、手加減はできそうにないな。大敵を恐れるべからず。いつでも行けるよ。ああ、慎重に行こう。落ち着いていくぞ。どうなっても知らないよ。なんとかしないとな。油断しないようにね。徹底的にやってやるぞ。慎重に行くか。ちょっと怖い。行くぞ。今のうち。強そうだね。勝ち目はある。落ち着いていくぞ。行きましょう。好奇すべからず。慎重に行くか。しっかりと戦況を見極めなきゃ。錬金術の力、解き放つんだ。そろそろ終わりにしようか。チャンスだよ。勝ち目はある。ちょっと皆さん、準備はいいですか。油断しないように。少し様子を見よっと。勝ち目はある。行きましょう。奥の手を使わせてもらう。これが俺の全力だ。受け取れ。行きましょう。一気に蹴散らすぞ。強そうだね。ぜみんな思いっきり行くよ。
気いすべからず。少し様子を見よっと。どうするかな。大敵を恐れるべからず。これを使うよ。あ、悪い。よし。ありがとう。当たってくれ。順風満帆。この調子でいくよ。思いっきりいくよ。あ、強そうだね。いつでもいけるよ。いくよ。輝け。自分の経験を信じるんだ。慎重に行こう。とっておき見せて。いい腕だ。なんとかなった。状況は分かったわ。頑張っているみたいね。さすがレスナ。うんうん、ほんと頑張ってるんだよ。仲間もいっぱいできたしね。素晴らしいことだわ。はい、皆さん親切な方ばかりで、私が困った時にもいろいろと助けてくださって。レスナ、それあなたからお願いしたことはあるの？あ、いえ、それは。なるほどね。大体の事情は分かった。あの、これで課題は達成ですよね。私、見習い卒業ですよね。ええ、課題は達成ね。おめでとう。でも、まだ見習いは卒業じゃない。え？レスナ、あなたに最後の課題を言い渡すわ。最後の課題って、今回の課題を解決したら、見習いは卒業じゃなかったんですか？突発的な出来事にも対応してこそ、一人前の錬金術師というものよ。私があの課題を出したのはね、ですな。あなたに錬金術師として独り立ちしてほしいからなの。それは別に一人で何もかもやれってわけじゃない。人の協力がなければ成し遂げられないことも多いわ。そのための協力者を集めるのも大事。今のあなたにそれができる？でも、オートでもいろいろな人と知り合って、一緒にお仕事をしてきたんです。そうそう、もうできてるよ。いろんな人と協力して。それはそうなんでしょう。優しい人たちが進んで手を貸してくれたから。ね。あなたの周りの人がいつだって優しいとは限らないのよ。誰かの助けが必要な時、あなた自身の手で仲間を集められる？そして助けてくれた仲間にあなたは何を返せるの？今のあなたは
周りの行為に甘えてるに過ぎないの。もしそれが当たり前になってしまったら、受け身になるばかりで自分一人では何もできない、そんな錬金術師になってしまったら。周りがただ手を差し伸べてくれた。よかったら私もついていこうか。それよりあなたに何かあったらザスキアさんに申し訳が立たないわ。錬金術師の君の力になりたいんだ。同行して手伝いをさせてくれ。よかったじゃないか。結果的にこうして夜まで探し回ったのは正解だったよ。それに頑張ってるレスナさんをなんだか放っておけなくて。そっか、私これまで。師匠、あのランタナの花とランタナの貝、これを採取して薬を調合すること、それが最後の課題よ。この課題を達成するにはきっと周りの助けが必要になるでしょう。あなたの手で協力を呼びかけなさい。そして対等な仲間として関係を築き、課題を成し遂げなさい。それができたら見習い卒業を認めてあげる。あとは自分で考えて答えを出しなさい。ザスキアさん、あんな風に言わなくてもいいのにね。そうだ、後で私ん家にも寄ってよ。そこで作戦会議してさ。うん。ああ、イザナちゃん、久しぶり。帰ってきてたんだ。うん、久しぶり。ねえねえ、お土産は？ちょいちょい、ずうずうしくない？だって気になるじゃん、夫のお土産。はいはい、みんなの分ちゃんと用意してるよ。おお、さすが。ね、あっちにみんないるからさ、おいでよ。うん、レスナちゃんも行こうよ。ああ、私は大丈夫。え、でも今日のことノートにまとめないといけないから、課題のために対策練らないと。だからね。うん、それじゃあまた後で。イザナちゃんにはお土産を渡す友達がたくさんいるんだよね。私の友達はイザナちゃんだけだった。昔から人付き合いが苦手で、小さい頃だって。あのね、大昔にほうき星からマナっていうのが降ってきて、錬金術が、錬金術っていうのは。レスナちゃん、そのお話もいい？それよりお外で遊ぼうよ。でも行かないなら置いてっちゃうからね。誰とも話が合わなくて。つまり王国の歴史は錬金術と共にあって、それぞれの代で錬金術との関わり方が違うんだ。ちなみにこの代の王は錬金術を使って。うん、もう十分、教えてくれてありがとう。ああ、うん。
あの子に聞きに行ったんだ。結構変わった子だよね。まあそうかも。自分の話ばっかりして相手を困らせて。いつも一人で過ごすようになって。あの木、懐かしいな。あそこでよく本を読んだっけ。本の世界は楽しくて、いろんな知識が広がってて、宝箱みたいで、その中で生きていければいいと思ってた。でも外に出て人と向き合わなきゃいけなかったんだ。できるのかな。今だって好きなものの話ばかりパーって話しちゃう。それで相手が困った顔をして、そんな顔を見るともう何も話せなくなる。イザナちゃんや先輩たち、みんな優しいな。よく暴走しちゃう私の話でも変だって言わずに受け止めてくれた。それってイザナちゃんが親友だから、先輩たちが異邦人だから。違う、みんな私と違ってちゃんと人と向き合ってるから。自分の殻に閉じこもったりなんてしてないから。私もあんな風になれるのかな。なりたいよ。レスナちゃん、みっけ。どうしてここに。だってレスナちゃんだもん、絶対ここにいるだろうなーってね。子供の頃もさ、こうやって一緒に星見たよね。うん、イザナちゃん、さっきはごめんね。せっかく誘ってくれたのに。ううん、いいよいいよ。最終課題の話ずっと考えてたんでしょ。ザスキアさんに言われたこととかいろいろ。やっぱりイザナちゃんだね。何でも分かってくれちゃう。師匠に言われてその通りだって思ったんだ。私ずっとみんなに甘えてた。手伝いだってこっちからお願いしなきゃいけなかったのに。ずっと逃げてたんだ。今からでも遅くないよ。そうかな。オートでもいっぱい知り合いできたじゃん。ちゃんと前には進んでるんだから。私本当にできるかな。大丈夫、肩の力抜いていこう。あら、本当にいたわ。マリオンさん、ロマンさんもどうしてここに。そろそろ君たちの用事も終わった頃かと思って探していたら、君の師という人に会ってね。君はここにいるだろうと教えてくれた。師匠が？錬金術について詳しい話を聞きたいところだったが、そんな雰囲気でもなかったからね。
諦めたよ。大体の事情は聞いたわ。ちょっと言い過ぎたかもしれないから、様子を見に行ってほしいって言われたのよ。聞いた？レスナちゃん。師匠が、そんなことを。レスナ、前にも言っただろう。確かな夢を持つことが、君の強みだと。その夢に対する思いさえあれば、どんな困難も乗り越えられるはずだ。君の同志として、私も協力する。ロマンさん。自分の信じる道を進め、だね。レスナちゃんがくれた言葉なんだ。いい言葉だね。今度はそれを自分に送るといい。私にもできるでしょうか。君の気持ち次第だよ。できると思ってやれば大抵はなんとかなったりするものさ。私の気持ち次第。アーシャ、傷薬ありがとう。いつも悪いわね。いえいえ、でも体はちゃんと気遣ってくださいね。なんだかアーシャって母親みたいだわ。よー、アーシャとダメ人間、干し肉食うか。干し肉は食べるけども、あんたにだけはダメ人間と言われたくないわよ。そうか、親方に聞いたぜ。お前、大工の手伝いも3日で辞めたそうじゃねえか。間違えないでよ、5日はやったわ。っていうか、今日いつもより酔ってない？あんなに言ったのに、もう。俺の勝手だろうがよ。バレリア、いいか、天使さんにばっか働かせてんじゃねえぞ。だから仕事が入ったらちゃんとやってるの。同じこと何回言わせるんだか。ランチェこそ、その酒代どっから出てるわけ？俺はな、昔はな、北の海ではな、誰もが知ってるな。北の海では偉大な船長だったんでしょ。何回も聞いたわ。ランゼさん、船長さんだったんですか？おうよ、毎日船で西へ東へ、宝を見つけた日には食って飲んでの大騒ぎよ。へえ、なんだか楽しそうですね。ほんと優しいわね、アーシャ。信じてあげるなんて。それは事実みたいですよ。昔からの知り合いっていう人、何人かに聞いてみたんですけど、間違いないって。そうなの？知らなかった。っていうか、トトリ、わざわざ調べたの？実は私もちょっと船には興味があって、本当はランチェさんにいろいろ聞きたいところなんですけど、全然話してくれなくって。ただの酔っ払いにしては妙な雰囲気持ってるような気もするけど、壮大な嘘だと思ってた。
そんなことは。ランチャさん、酔いつぶれる前にお水を飲んで寝ちゃいましょう。俺は酔ってねえ、まだ飲めるっつうの。おら酒持ってこい。ないのかな。俺だってあいつさえ、あのことさえなけりゃ今頃。ちくしょう。このおっさんは仕方ないわね。悪いけど連れ帰るのを手伝ってくれる？わかりました。お酒臭い。よっ相棒。で、そっか、クソ。さっきまでここに酔っ払いがいたの。そりゃナイスタイミング、さすが。私船長って話は本当らしいよ、トトリが言ってた。ランチが船長ならバレリアはどっかのお姫様じゃない？お姫様は窮屈そうね。それよりやけにご機嫌じゃない？ふっふん、魔物討伐の依頼一丁入りました。来た来た来た。どんな依頼？どんな魔物？難易度普通、報酬高めの美味しい案件よ。お見事ね。難易度は高くてもいいけど、いつもよく見つけてくるわね。コツがいるのさ。ま、そこは腕だよ腕。さすがハイディ。相棒と書いてハイディ。早速行くでしょ？もちろん。クロッケが帰ってくるまでに終わらせたいもんね。よし、3人で美味しいもの食べて、世話になってるアーシャとトトリにもおっそうけよ。目的地を聞く前から飛び出すなって。私に任せて、やっちゃうから。うまく力が。いつでも動けるわ。手加減なしでいくから。うまく力が。腕一足。うまく力が。これが私の誇り、私の技。次の敵はどこかしら。お仕事終了。あんまり歯応えなかったな。まだ暴れ足りないわ。はいはい、その元気は次の仕事まで取っときな。あ、どうした？囲まれてる。ち、勘のいいやつだ。誰？隠れてないで出てきたら。この声聞き覚えがある。あんたらもしかして月影の会の。私らになんのよ。んなもん決まってんだろ。お前らに会の掟ってやつを教えてやりに来たんだ。毎度毎度美味しい依頼を独占しやがって。それは規則違反だよな。はあ？
依頼は早いもん勝ちでしょ。そんな規則聞いたことも。調子に乗んなっつってんだよ。規則を破ったやつには痛い目見てもらわねえとな。ちょっとちょっと、会の人間同士の争いこそ規則違反だけど。知ったことか。こんな町の外で誰が見張ってるったんだ。ハイディ、こいつらやっちゃっていいんでしょ。相手がその気ならしょうがないよね。よし、やっちゃえ相棒。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。相棒の圧に今さら気づいたの？謝るって言うなら許してやっても。なんだあいつは。ガラス。ガラス？本当だ。カラスって会の中で問題を起こしたやつを制裁するっていう。まさか町の外にまで出てくるなんて。カラスの目はどこであろうとも貴様らを見ている。会の秩序を乱す者は制裁する。え、あいつらいつの間に倒れて。え、早い。瞬時に全員をなぎ倒した。ハイディ、お前たちは帰っていい。あいつら、まだ全員息はあるようだけど、どうする気？消えた。あれがカラス。オリバー様、違反を起こした者を捕獲しました。ご苦労。よくやったぞカラスよ。お前のおかげで会の秩序が保たれている。今後も我らの影として存分に力を振るってくれ。久々に本気で身の危険を感じたわ。こんなのあんたと会った時以来かも。そんなことあったっけ？ちょ、そこの記憶は残ってるはずでしょ。冗談冗談、覚えてるって。何か逃げる手は。あんたが一撃で倒したの？もしかして凄腕の冒険者とか。冒険者？わからない。わからないってどういうこと？敵。強い。ありがとう。助かったよ。私はハイディ、あんたは？わからない。私は誰？記憶喪失ってこと？どこへ行けばいいのかも。
わからない、何もかも。ねえ、よかったらだけど私と一緒に来ない？あんたと？あんたが何者かはわからないけど、とにかく生活する場所が必要でしょ？私、ちょうど腕のいい相棒を探してたんだ。記憶を取り戻すまででいいからさ。どう？決まりね。あんたはこれから私の相棒。ええ、わかったわ。それじゃあよろしく。ああ、名前わかんないか。そうだ、ヴァレリア。そう呼ばせてもらってもいい？名前がないと不便だろうしさ。強そうな名前だし、あんたにぴったりだと思うんだ。ヴァレリア、私の名前。あの時あんたを誘ってよかったよ。おかげで今日まで生き延びてこれた。はぁ、今日で終わりにならなくてよかった。縁起でもないこと言わないでよ。頼りにしてんだから。はぁ、なんか後味悪い感じになったな今日は。せっかくだしみんな誘ってパーッとやらない？お、いいね。そうしよう、そうしよう。ごちそうさまでした。フロッグちゃんの料理どれも美味しかったよ。皆さんが喜んでくれたみたいで、フロッケも嬉しいです。これであとはうまい酒でもありゃ完璧なんだが。おい、おっさん、そんなことばっかり言ってるとフロッケが悲しむぞ。いつもあんたのことを一番心配してくれてるのにね。ねえフロッケ。ごめんなさい、フロッケはランチェさんのお体が心配でお酒はご用意しなかったんです。でも、もしどうしてもとおっしゃるなら。いや、大丈夫、問題ない。気遣ってくれてありがとな。フロッケは優しいね。はい、ランチェさんにはずっと元気でいてほしいですから。おお、いつも心配かけて悪いな。相変わらず天使ですな、フロッケは。そんな、天使だなんて。フロッケちゃん、寝ちゃいましたね。今日も早起きして仕事してたみたいだしね。いつもありがとう、フロッケ。ご飯の後片付けくらいはやらないとね。相棒、ゴミ捨ててこよ。はいはい。みんな、ちょっとフロッケのことを見ててもらえる？あ、はい、わかりました。自分らの生活だけで手一杯だろうに。いつも俺なんかのために気使ってよ。俺もこのままじゃいけねえよな。なあ、トトリ、アーシャ、ちと相談したいことがあるんだが、いいか。どうした？ようでしょうか。依頼書？その依頼の受注者は諸事情により依頼を受けられなくなった。お前たちも知っての通りだ。じゃあこれはさっきのやつらの諸事情。
これはお前たちへの依頼だ。私たちの？どういった依頼でしょうか。受けるかどうか聞きたいのはそれだけだ。受けます。ええ、くれぐれも我らの手を煩わせるな。心臓止まるかと思った。急に来るんだもんな。依頼の内容はフリーゲン奥地の洞窟に群生するランタナの花の採取。はっ、何この報酬、ただの納品依頼にしちゃ高すぎない。端になんか書いてある。周辺で極夜の錬金刀の目撃情報あり。あ、何そのなんとか刀って。裏社会で噂になってるヤバい集団、依頼を邪魔されたって話が最近よく入ってきてる。野獣の姿になって暴れ回ったり、山に生えてる薬草を一瞬で根こそぎ取り尽くしていったりするんだって。すごいこと言ってるけど、それ本当に人間？噂に尾ひれはついてるかも。でも出会ったら最後、無事じゃ済まないというのは確かかな。なるほど、それでこの報酬額ってわけね。やっぱりヤバい依頼だ。カラスに睨まれたら断れないし、ずるい。いいじゃない、強い奴らと戦えるなら望むところよ。報酬も高いんでしょ。頼もしいことで、できれば戦わずに済んでほしいところだけど。ともかく次の仕事は決まったね。頼んだよ相棒。ええ、任せて。なんだいここは。この道具は一体使い方が全くわからない。面白いな。これが噂に聞く錬金釜ってやつかい。ここに私が入ったらどうなってしまうのかな。にぎやかだね。うるさいと言うべきね。よかったの、連れてきちゃって。はい、同志ですから。やっぱりアトリエには招いておかないと。本当にありがとう。君がいなかったらこんな光景は一生目にすることができなかっただろう。改めて錬金術の力を思い知ったよ。この素晴らしい技術を広めていこう。同志レスだ。はい、同志ロマンさん。そのためにはまずはザスキアさんの課題を何とかしないとね。必要なのはランタナの花とランタナの貝だっけ。どっちから探す？まずはランタナの花を取りに行くよ。フリーゲン奥地の洞窟にあるみたいだから。へえ、そうなんだ。実は前に読んだ本に書いてあったんだ。光の届かぬ洞窟の底で辺りを照らすがごとく咲く白き花を目の当たりにしたと。ロマン君、見たことあったりする？何度か洞窟には行ってるんでしょ？残念ながら見かけたことはないな。ある程度奥の方までは探索したことがあるんだが。確か本に書いてありました。ランタナの花はある決まった時期にしか花を咲かせないのだと。そして今がちょうどその時期のはずです。なるほど、それならば今すぐにでも向かった方が良さそうだ。はい、早速洞窟に行きましょう。よし来た。さあマリオン、今度こそ君が認める働きをしてみせよう。いえ、もうその心配はしてないわ。私の監視もここまでで十分でしょ。ロマン、
レスナとイザナお願いね。言われなくとも意外と頼れる男と定評があるのさ。監視がないと聞くと嬉しそうね。それじゃあ改めてレスナ行ってまいります。ノロナ先輩は私が守ります。これでいいのかな。よし、集中していこう。負けないんだぞ。疾風怒涛のごとく。焦らず行こう。大敵を恐れるべからず。少し様子を見よっと。なんとかしないとな。強気見せてあげる。こんな状態じゃ次の行動は面倒。行くぞ。まあやってみるか。よし行くぞ。チャンスだね。私の番だね。なんとかしないとな。前に出るって。これで終わらせちゃう。フラフラする。思いっきりいけるな。次の行動はいつでも行け。行くぞ。一気に行くぞ。よし、力を合わせるよ。やる気満々だよ。慎重に行こう。面倒だな。ちょっと怖い。行くよ。輝け。なかなかやるな。好奇一すべからず。落ち着いていくぞ。よし、思いっきり行くよ。その調子。ちゃんと勝てたね。ちょっと待ってくれ。前にも増して早くないかい君たち。レスナちゃん気合入ってるから。今度こそ見習い錬金術師を卒業。同志燃えているな。あれ、誰かいる。珍しい、こんな険しいところ。よほどの物好きしか来ないものだけど。なんだろう、あの道具は。不思議な見た目をしているが、もしかして異邦人。レスナちゃんと同じ錬金術師だったり。レスナ・ステルネン・リヒト、声をかけてみます。自分から声をかけて、この人に協力をお願いする。私は変わるんだ。こんにちは。あの、もしもし。やかましい。あえて無視しているのがわからないのか。すみません。聞こえてなかったのかと。何の用だ。あの、ここで何をしていたのか気になりまして。実は私、錬金術師なんです。見習いですけども。レスナー・ステルネン・リヒトと言います。あなたも錬金術師ではないでしょうか。錬金術は遠の昔に廃れてなくなったと聞いたが。なくなるはずありません。私のように錬金術を広めたいと思う人間がいる限りは。なぜ錬金術を広めている。だって
人々を幸せにするこんな素晴らしいものがなくなっていいはずがないから。なくなった方がいいと思うがな。どうしてそんな無体なことを。君が思う通り、俺が錬金術師だからだ。錬金術師だというなら覚えておけ。人に過ぎた力がもたらす負の側面も。はい、わかりました。何をしている。覚えておけとのことでしたので、メモを。やはり浅いと言わざるを得ないな。そうなんでしょうか。聞け、君は錬金術の真理を追求するというのなら、一つ助言をしてやろう。君は今、物事の表面をなぞることしかできていない。その裏、奥底に何があるのかをよく考えろ。どういうことでしょうか。助言はここまでだ。ではな。協力してもらうどころかお願いすらできなかった。お名前すら。大丈夫さ。ああいう人間にはたとえお願いしたところで同じ結果だったよ。頑張れ、レスナちゃん。やっぱりレスナだ。ギューデット先輩。レスナちゃん知り合いなの。うん、前にアトリエで会ったんだ。こちらの二人は。私の親友のイゾナちゃんとオートで知り合った冒険者のロマンさんです。私はユーディット、よろしくね。そうだ、ちょっと聞きたいんだけど、黒いコートを着た男を見なかった。あ、さっきの人のことかな。それならこの先に進んで行っちゃったよ。あいつ、一緒に行こうって約束したのに。先輩のお知り合いなんですか。まあ一応ね。あいつキース・グリフっていうの。キースさんって呼んでるけど、私レスナと別れてから一人で旅してたんだけど、なんやかんやで行き倒れそうになって、そんなところをたまたま会ったキースさんに助けてもらったんだ。へえ、優しいところもあるじゃないか。人助けなんてしないような人かと思っていたよ。まあ食べ物を恵んでくれるまで必死で足にしがみついて離さなかったからね。気合入ってるね。それでその後いろいろ話してみると、キースさんもこの世界を調査して回ってるっていうじゃない。だから二人で各地を回ることにしたんだ。さすが先輩です。私なんて全然取り合ってもらえなくて。まあ私も結局こうやって置いてかれちゃったけど、少し目を離した隙にいなくなっちゃった。ロマン君の言う通り、誰がお願いしてもダメだったんだね。そういうわけでキースさんを探してたんだ。早く追いかけないと。情報ありがとね。あの ねえ、みんなもこっちに行くの。うん、この先にある洞窟に用があって。洞窟。あ、もしかしたらキースさんもそこに行ったのかも。それなら。そうだ、私も行っていい。何かあったら協力できると思うし。はい、もちろんです。
しいけど、自分からは声をかけられなかったな。向こうから協力を申し出ることが多いというのは同志の魅力でもあるのさ。私はすごいと思うよ。ありがとうございます。よし、前へ前へ。とっておきの道具を持ってきたよ。ぜひ見てみたいです、ソフィー先輩。よし、集中していこう。慎重に行こう。次の行動は、よし、錬金術の力解き放った。やっちゃうよ。いつでも行けるよ。慎重に行こう。どうなっても知らないよ。俺が相手だ。どうするかな。行くぞ。まあやってみるか。油断しないようにね。面倒だな。前線を上げる。隙だらけだな。私の番だね。いつでも大丈夫。ちょっと怖い。行くよ。輝け。その調子。思いっきり行けるな。慎重に行こう。いつでも行けるぞ。行くぞ。準備できたの。いい感じだ。落ち着いていくぞ。少し様子を見よっと。前線を上げる。隙だらけだ。好奇一すべからず。焦らず行こう。よし、疾風怒涛のごとく。全力を出せそうだ。どんどん行くよ。なんとかしないとな。ちょっと怖い。少し様子を見よっと。行くよ。とっておき見せてあげる。やるね。やる気満々だよ。行くよ。みんなの力を一つに。奥の手を使わせてもらう。落ち着いていくぞ。これが俺の全力だ。無事に終わったな。ロジー先輩の錬金剣、よく見ておかないと。後で見せてやるから、敵に集中してくれ。よし、集中していこう。いつでも行けるよ。よし、思いっきり行くよ。怖い。よっと、とっておき見せてあげる。俺が相手だ。どうするかな。いつでも行けるぞ。慎重に行くか。まずいな。体が自分の経験は信じるんだ。落ち着いていくぞ。前線を上げる。崩れたぞ。あらっ、目が回る。焦らず行こう。油断しないようにね。行くよ。輝け。さあ全員で行くぞ。わお。気がする。
思いっきりいけるな。自分の経験を信じるんだ。なんとかするさ。ありがとうございます。それ、助かりました。ふん、こんな状態じゃ焦らず行こう。行くぞ、徹底的にやってやるぞ。順風満帆、この調子で行くよ。少し様子を見る。行くよ、思いっきり行くよ。さあ本気で行くから。どうするかな。慎重に行こう。いつでも大丈夫。私だってやればできるんだから。いっけー、いい感じだね。いい感じだ。強そうだね。面倒だな。前線を上げる。だな。うん、目が回る。奥の手を使わせてもらう。油断しないようにね。これが俺の全力だ。受け取れ。一度立て直さないと。大丈夫よ。疾風怒涛の形。すっごい。ちゃんと勝てたね。うわー、すごい。この光る結晶で何が調合できそうかな。なるほど、錬金術師らしい発想だね。もしや世界全てが材料に見えているとか。さすがにそこまでじゃないよ。ロマンさん、奥の方まで案内をお願いできますか。喜んで。界隈では道案内のロマンと言われているんだ。さあこちらです、お嬢様方。いや、そんなつもりは。道自体は合ってるはずさ。おそらく、多分、きっとこっちの道で合ってるなら倒して進むしかなさそうだね。皆さん、力を貸してください。分かった、ケチラ市長。空回りだけはするなよ。よし、集中していこう。勝ち目はある。よし、錬金術の力解き放った。やっちゃうよ。いつでもいけるぞ。少し様子を見よっと。どうなっても知らないよ。俺の番だな。どうするかな。なんとかしないとな。任せてくれ。面倒だ。こいつで叩き伏せる。逃げ場はないぞ。俺の番か。いつでも行けるぞ。面倒だ。よし、行くぞ。落ち着いていくぞ。油断しないようにね。前に出るよ。輝け。さあ全員で行くぞ。攻撃いすべからず。いつでも大丈夫。行くよ、錬金術の力解きた。
まとめて叩き込むぞ。一気に攻めるよ。焦らず行こう。負けないんだから。勝ち目はある。すごいの行くよ。お見事です。こんな状態じゃ油断しないようにね。任せてくれ。一気に行くぞ。準備完了。力が湧き上がってくる。この力使いこなしてみせる。どうだ。大したことなかったな。おじい先輩の錬金剣、よく見ておかないと。後で見せてやるから、敵に集中してくれ。私の番だね。いつでも行けるよ。焦らず行こう。行くよ。思いっきり行くよ。勝ち目はある。やっちゃうよ。しっかりと戦況を見極めなきゃ。どうなっても知らないよ。こんな状態じゃ自分の経験は信じるんだ。なんとかしないとな。徹底的にやってやるぞ。やったね。まあやってみるか。強そうだね。しっかりと戦線を上げる。隙だらけだ。私の番だね。いつでも大丈夫よ。行くよって。いい腕だ。みんなチャンスだよ。負けないんだから。強そうだね。面倒だな。当たれ。私の番だね。油断しないよ。前に出るって。いつでも大丈夫。私の番だね。行くよ。疾風と遭難ごとく。さあ私の出番だね。よし、すごいの行くよ。よし、これなら行くぞ。いつでも行けるよ。力が湧き上がってくる。慎重に行こう。使いこなしてみせる。だらけだ。目が回る。前に出るよ。輝け。焦らずに俺の番だな。強そうだね。行くぞ。面倒だ。こいつで叩き伏せる。その調子。無事に終わったな。状況だ。また来た。レスナちゃんは私が守らなきゃ。リズナちゃん大丈夫？レスナちゃん後ろ。
丈夫？はい。ありがとう。レスナちゃんを助けてくれて。あんたやるじゃない。思わず見とれちゃった。これでご飯食べてるからね。で、あんたたちこんなところで何してるの？その、この洞窟で探しているものがあって。あんたたちも依頼でも受けて。あんた、フロッケの荷物を拾ってくれた人じゃない？どうしてそれを？私はバレリア、フロッケの同居人なの。あんたは？レスナです。まさかこんなところでフロッケさんの知り合いに会えるなんて。バレリアさん、改めてありがとうございました。あのままだったらどうなっていたことか。いいのいいの、フロッケの荷物のお礼ってことで。それじゃあ気をつけてね。この先もうよいよ魔物がいるみたいだから。一人で行くつもりなの？君の実力なら心配いらないのかもしれないが、冒険に油断は大敵だよ。私たちと一緒に行きませんか？一緒にいた方が安全だと思うんです。いい案だと思うけど、ちょっと人を探してるのよね。相棒と一緒に来たんだけどはぐれちゃって、逃げ足が早いから奥まで行っちゃってるのかも。その人探しお手伝いします。私たちなら洞窟のこともある程度わかりますし、それに私たちが探しているものも洞窟の奥にあるんです。だから協力しませんか？私にはあなたが必要なんです。なるほどね。わかった、いいわよ、一緒に行きましょう。やったよかったね、レスナちゃん。え？何これ、何なの？ありがとうございます、バレリアさん。バレリアさんは私の初めての人です。ほう、まあよかったわね。これはまた賑やかな旅路になりそうだ。ところで、探し物をしてるってことだけど、こんなところに何を探しに来たの？錬金術で使う素材を探しに来たんだよ。錬金術？錬金術というのはですね、いくつかの素材を使って全く別のものを生み出す技術でですね。違う、これじゃダメ。私また同じことを繰り返してる。好きなことばかり話さないようにしなくちゃ。ちゃんと相手の顔を見て。どうしたの？つまりその技術を使って薬を作るためにここに来たんです。よくわからないけれど、薬屋みたいなものかしら？そうですね、そう思っていただいて大丈夫です。レスナすごいんだ。私戦うのは得意だけど、そういうのはからっきしなのよね。バレリアさんの方がすごいです。すごく強くて、戦う姿はまるで踊っているようでした。そうそう、どうやってあんなに強くなったの？どうやってなのかしら。最初からこんな感じだったわ。生まれ持った才能ということかな。かもね。戦い以外は苦手だけど。
武器にハンマー使ってみない？もっと強くなってハンマーで頭がいっぱいになるよ。それはちょっと遠慮かな。私は今の武器が合ってるのよ。生まれといえばバレリアさんは王都のご出身なんですか？わかんないわ。私昔のことを覚えてないのよね。すみません、いきなり立ち入ったことを。ううん、気にしないで。聞いちゃいけないことだったのかな。やっぱり私は黙っていた方が。それこそ今までと変わらないよ。飛び出さなくちゃ、宝箱の外に。バレリアさん、オートでの暮らしについて聞いてもいいでしょうか？いいわよいいわよ、愉快な仲間たちの話がたくさんあるわ。でも行けるぞ。どうするかな。そら、いつでも大丈夫。まあやってみるか。慎重に行こう。よし行くぞ。じゃあ頑張っちゃうよ。いつでも大丈夫。前に出るよ。輝け。よし、これなら。ちょっと怖い。焦らず行こう。任せてくれ。面倒だ。こいつで叩き伏せる。みんなの力を一つに。いい感じだ。いつでも大丈夫。勝ち目はある。よし行くぞ。順調だな。そろそろ全力出しちゃうよ。錬金術の英知、これで仕上げ。完璧。よし、力を合わせるよ。どんどん行くよ。いつでも行けるよ。慎重に。よし、みんなチャンスだよ。前に出るよ。輝け。なかなかやるな。それじゃあレスナたちは別の村からオートに来たのね。どんなとこ？何にもない村ですよ。山の中で森しかなくて、この洞窟から割と近いです。そういう場所も楽しそうじゃない。なんか美味しいご飯もありそうだし。オートの方が美味しいものばっかりじゃない？カフェの料理とか毎日食べたいもん。ちゃんとした場所で食べればね。オートでも貧乏人は毎日ありもので我慢よ。見たでしょ、海沿いの区域。オートでもあっちの方はあんまり華やかじゃないのよ。そうなんですね。華やかじゃないけど、いっつも賑やかなの。出店の声も絶えないし、道端には酔っ払いが転がってる。だから毎日飽きない。気に入ってるんだね、そこでの暮らし。そうね、うん、気に入ってる。私も住み慣れた場所が一番いいって思うよ。なあ、食べ物の話をしてたらお腹が空いてきたわ。
たから美味しそうな匂いがする。何か隠してない？隠しているわけではないが、干し肉は持っているよ。このロマン、備えの良さには定評があるのさ。じおいおい、そんなに見つめられると照れてしまうな。じわかった、あげるよ。お近づきの印に。おーい、あんたはロマンね、覚えたわ。ずいぶんたくましい人が仲間になったようで心強いね。しないと。すごいの行くよ。どうするんだ。いつでも行けるぞ。行くぞ。まあやってみるか。勝ち目はある。面倒だな。いつでも大丈夫。よし行くぞ。チャンスだね。頑張っちゃうよ。落ち着いていくぞ。油断しないようにね。負けないんだから。前に出るよ。輝け。その調子。よし、これなら。大敵を恐れるんだ。任せてくれ。徹底的にやってやるぞ。力を感じる。一度立て直さないと。油断しないようにね。次の行動に行くよ。錬金術の力解き放った。力を感じる。一気に攻めるよ。大敵を恐れるタイムに行くよ。慎重に。さあ全員で。いい感じだ。なんとかしないと。前線を上げる。崩れたぞ。焦らずに。すっごいな。できてるよ。前に出るよ。輝け。なかなかやるな。ふう、なんとかな。バレリアさんが探している人ってどんな人なんですか？ハイディっていうかよ。依頼を受けて一緒にこの洞窟に来たの。なるほど。君の腕っぷしからすると依頼っていうのは魔物退治とか？違うわよ。なんだっけ、ランタナの花ってやつを探してるの。え、そうなんですか？それじゃあ私たちと目的が一緒なんですね。レスナたちもランタナの花を？そうだよ。それを素材にして薬を作りたいんだ。困ったわね。目的が同じとなるとどっちかが諦めないといけないのかしら。あの、それは大丈夫だと思います。本によるとこの洞窟にはランタナの花が群生しているそうです。なので花は分け合えるかと。必要な量にもよりますが。そんなにたくさんは必要ないわ。うん、じゃあ好都合ね。最後まで協力していきましょう、レスナ。はい。この辺りの素材は大体取り切ったかな。敵だ。見ていてください、ローズ先輩。空回りだけはするなよ。始めるよ。
敵を恐れるべからず。焦らず行こう。錬金術の力解き放つ。なんとかしないとな。少し様子を見よっと。行くよ。すごいの行くよ。よし、これなら。しっかりと戦況を見極めなきゃ。ちょっと任せてくれ。徹底的にやってやるさ。やるね。面倒だな。いつでも大丈夫。慎重に行くか。油断しないように。前線を上げる。すごい。ちょっと怖い。しっかりと戦況を見極めなきゃ。ちょっと怖い。油断しないよ。前に出て。準備はできたぞ。みんなチャンスだよ。自分の経験は信じるんだ。やるね。順風満帆。この調子で行くよ。慎重に行くか。しっかりと戦況を見行くよ。まとめて叩き込むぞ。どんどん行くよ。落ち着いていくぞ。大敵を恐れるべからず。少し様子。よし、隙あり。準備完了。奥の手を使わせてもらう。負けないんだから。焦らず行こう。これが俺の全力だ。受け取れ。みんなの力を一つに。いい感じだ。勝ち目はある。前線を上げる。キースべからず。落ち着いていくぞ。次の行動は思いっきりいくよ。全力を出せそうだ。一気に攻めるよ。油断しないようにね。いくよ。すごいのいくよ。行きましょう。目が回る。慎重に行くか。行くよ。輝け。やるね。探索終了だね。お疲れ様でした。の花。はい、こんなに一面に。記録なんかより実物はずっと綺麗。来てよかったね、メスナちゃん。うん、師匠の課題のおかげだね。この世界にはたくさん素敵なものがあるんだね。たくさんの素敵なものか。それを発見するのが冒険者の生きがいさ、なんてね。何か来る。え？みんな気をつけて。大きい。ここの番人ってところかな。私たちに花を取らせたくないようだ。大丈夫、レスナ。私がいる。お力添えを賜り感謝します、バレリアさん。ええ、行くわよ。
強気の道具を持ってきたよ。はあ、ぜひ見てみたいです、ソフィー先輩。よし、集中していこう。次の行動は、よし、疾風怒涛の加速。ああ、やっちゃうよ。自分の経験は信じられないよ。慎重に行くか。俺の番だな。慎重に行こう。いつでも行けるよ。いつでも行けるぞ、任せてくれ。一気に行くぞ。すごい。まあ、やってみるか。前線を上げる。なんとかしないとな。私の番だね。いつでも行けるよ。前に出るよ。準備できたよ。みんな、チャンスだよ。強そうだね。いつでも行けるよ。慎重に行くか。それ。ありがとう。ふん、なかなかやるな。行くよ、輝け。順調だな。一度立て直さないと。しっかりと戦況を見極めなきゃ。行くよ。ああ、いつでも行けるよ。慎重に行こう。いつでも行けるぞ。いつでも大丈夫。とっておき、見せてあげる。俺が相手だ。いつでも行けるぞ。面倒だな。力が湧き上がってくる。使いこなしてみせる。ふー、崩れたぞ。一度立て直さないと。どうするかな。自分の経験は信じるんだ。よし、思いっきりいくよ。慎重にいくか。これなら任せてくれ。徹底的にやってやるぞ。すごい。思ったより手こずったな。それなり？もうちょっと遊んでくれてもよかったのに。かなり手こずった気がするんだけど。なんだ、まだ楽しめそうじゃない。みんな気をつけて。これはさすがに厳しい戦いになりそうだ。妙な者たちがいますのね。誰？
士のレスナ・ステルネンリヒトです。私はララ・トロッケル、錬金術師ですわ。ジェロン・ディーゼル、同じく錬金術師だ。あなた、異邦人ではないですわね。はい。驚きですわ。私たち極夜の錬金刀以外に錬金術師がいるなんて。なるほど、君たちが。さっきのは私たちを助けてくれたの？きっとそうですよね。危ないところをありがとうございました。あはは、たわけたことを。私たちは邪魔者を排除しただけ。だからこれから私たちのすることの邪魔をするのなら、あなた方にも容赦はいたしませんわ。極夜の錬金刀を名乗ったのは警告だ。ここから去れ。ランタナの花は全て俺たちがいただく。は？私たちも必要なんだけど。これ全部あんたたちは必要だっていうの？そうだ、目的のために。何なのよその目的って。私の王国、蜜あふれる約束の地、ララキングダムを建国することですわ。それはお前の目的だろう。あのきっと何か事情があるんだと思います。私たち協力できないでしょうか？せっかく出会えた錬金術師同士なんです。素材は分け合って使いましょうよ。そうよ、一方的すぎるわ。分け合う気はない、こちらで独占する。なぜ錬金術師がそんな横暴なことを口にするんですか？レスナ、あなた錬金術師にどんな幻想を抱いてますの？錬金術とは己の渇望を満たすための大いなる力、そういうものでしょ？そんなことない、そんなことない。私の錬金術はそんなんじゃない。錬金術はみんなを幸せにするためのものなんだ。かわいそうに。幻想から目を覚まさせてあげましょう。それが同じ錬金術師としての慈悲ですわ。邪魔をするならば倒すまでだ。来るわよ。愛する人々のために、ただただ目の前。ロジー先輩の錬金剣、よく見ておかないと。後で見せてやるから、敵に集中してくれ。自ら出陣する。栄誉譚の1ページにして差し上げます。手加減はできそうにないな。私の出番だね。愛入れぬものは祖父母の情けですわ。大いなる国の糧にして差し上げましょう。この上なき命運を光栄に思いなさい。私の番だね。よし、疾風堂の名だ。俺の番だ。託された運命に
任せてくれ。徹底的にやってやるぞ。この程度で。私の番だね。邪魔をするなら片付けろ。誰であろうとこの体の苦しみお前にも分けてやるぞ。これで終わりにしてやろう。純粋マンパン、この調子でいくよ。いくよ、思いっきりいくよ。みんなの力を一つに。美しいでしょ。その目でよくご覧なさい。動けない。力が湧き上がってくる。程度の苦しみなど私の出番だね。それ、助かりました。よし、ありがとう。このやっちゃうよ。よし、とっておき見せてあげる。やる気満々だよ。前に出るよ。輝け。いい腕だ。下か。そろそろ全力出しちゃうよ。次の行動は状態じゃ。なんとかしないとな。落ち着いていくぞ。行くぞ。そら、負けないだから。すごいのいくよ。力が湧き上がってくる。勝ち目はある。この力使いこなしてみせる。今のうち。くよ、仕方ありませんわね。目が回る。いつでも行けるよ。行くよ。よし、これなら。自分の経験は信じるんだ。徹底的にやってやる。すごい。いました。無事に終わったな。錬金術師というのは本当のようだな。こいつらまだまだ力を温存している。何でもかんでも自分のものなんて言う人にろくな人はいないのよ。面白い匂いがします。そう、あなたの方は異邦人ですのね。異邦人が何だって言うのよ。断りの違うこの世界では本来の実力など到底望めないでしょうに。賞賛に値しますわ。そんなの慣れっこなのよ。こっちは200年の時だって超えたことあるんだから。なるほど、
あなたをまともに相手にするのは少々骨が折れそうですわね。ララ、使え。ええ、お遊びは十分でしょう。幕を引くことにしましょうか。何あれ。わからないが、嫌な予感がする。さあ、全力で防ぐなり逃げるなりしてみなさいな。極夜の闇には染まらずとも、ララキングダムの市民に招くのはありですわね。ララ、用は済ませた。引き上げるぞ。相変わらずせっかちですわね。まあ今日はそうしましょうか。この面白い話、みんなに聞かせてあげますわ。あの一瞬で、あそこを壊せば効果がなくなるって気づくなんて。何のことでしょう。って、そうだ、ランタマの花は。ねえ、見て。花が。全部、なくなってる。誰？いや、大変なことになったね。まあ仕方ないよ、あんなのに相手されたらさ。ハイディ、あんたいつからいたの？来た時にはすでにお取り込み中だったからさ、声をかけるにもかけられなくて。お互い無事で何よりね。張り切って先に行き過ぎちゃった。石膏として腕の見せ所だと思って。バレリア、この子が君の探していたハイディかい？うん、そうよ、私の相棒。あなたがハイディさんだったんですね。そう、フロッケの件は世話になったよ。まさかこんな場所で会うなんてね。ねえねえ、隠れてたんならこっそりランタナの花取ってたりしないの？できないできない、あいつら全然隙がなくて。それじゃあもう花はどこにもないのか。いえ、まだあるはずです。おお、そうなの？同意見。この洞窟結構広いからね、探す価値大いにあると思うよ。私が見た本の探検家はそもそもこう綴っていたんです。白く輝く美しい花にこの手は届かず、持ち帰ることができなかったと。だからここに生えてた花はそこから飛んできた種で、新しく群生したものなんじゃないかと思います。ということはつまり。あった！あんなところに。
よし、なんとかして登るわよ。何か道具を用意した方がいいんじゃ。大丈夫大丈夫、これくらいならよじ登れるわ。ほら置いてくわよ。うふう、これを登るのか。登れたでしょ。何度も落ちそうになりましたよ。でもほら見て見て、ランタナの花が。やったー、登ってきた甲斐があったね。おっと、一筋縄ではいかなそうだね。さすがは最終試練といったところか。やるしかない。今度は囲まれないわよ。おお、なんと頼もしい人たち。声出して応援するよ。頑張れ。よし、レスナ、準備はいい？はい。とっておきの道具を持ってきたよ。はあ、ぜひ見てみたいです、ソフィー先輩。はじめはある。順風満帆、この調子で行くよ。いつでも行けるぞ。行くよ、思いっきり行くよ。さあ、大敵を恐れるべからず。少し様子を見よっと。よし、それ俺が相手だ。落ち着いていくぞ。いつでも行けるぞ。一気に行くぞ。まあやってみるか。なんとかしないとな。前線を上げる、断ち切る。しっかりと戦況を見極めなきゃ。いつでも行けるよ。なんとかしないとな。前に出るよ。準備完了。大敵を恐れるべからず。どうするか。負けないんだから。どうなっても知らないよ。力を合わせるよ。力が湧き上がってくる。油断しないようにね。面倒だな、この力。使いこなしてみせる。うわ、崩れたぞ。目が回る。落ち着いていくぞ。敵を恐れるべからず。ちょっと怖い。勝ち目はある。前に出るよ。逃がさない。少し様子を見よっと。好奇一すべからず。落ち着いていくぞ。いつでも行けるよ。しっかり。よし、錬金術の力解き放った。いい腕だ。よし、これなら勝ち目はある。大敵を恐れるべからず。一気に行くぞ。いい腕だ。いつでも行けるよ。すっごいの、準備できてるよ。次の行動はちょっと怖い。面倒だな。勝ち目はある。これをこうして。いっぱいだ。準備はできたぞ。どんどん行くよ。いつでも行けるよ。さ
すごいの引くよ。勝ち目はそろそろ終わりにしようか。次の行動は一気に蹴散らすぞ。いつでも行けるぞ。面倒だな。準備できたよ。好奇すっべからず。次の行動はよし、思いっきり行くよ。さあ焦らずに行こう。力を合わせるよ。奥の手を使わせてもらう。自分の経験は信じるんだ。なんとかするぞ。助かりました。これを使うよ。助かる。それや、こんな状態じゃちょっと怖い。なんとかしないとな。これが俺の全力だ。崩れたぞ。すっごいの準備できてるよ。しっかりと戦況を見極めなきゃ。油断しないようにね。これをこうして。うわあ、いっぱいだ。一度立て直さないと。よし、思いっきりいくよ。さあ俺の番だな。一気にいくぞ。お見事です。思ったより手こずったな。このくらいでいい？十分。結局金額なりの仕事になったね。それじゃさっさと帰るとしよう。こういうところに長居するとろくなことにならないからね。あとは君たちだけだ。気をつけて。はい、今行きます。改めて見ると高いですね。落ちたら確実に。怖いの？はい。滑ったらどうしよう。で、貸して。しっかり捕まっててね。ちょっとよっと。ね、大丈夫だったでしょ。あら、楽しくなってるレスナちゃん。レスナちゃんの鑑定は任せて。あんなに大声出したの初めて。すっごい
悲鳴だったもんね。もうひどいよ。おーいお二人さん、楽しそうなのは結構だけど、そろそろ行くよ。ここまで来ればもう安全だね。ほっとしたらお腹すいたわ。何か食べ物を持ってたかな。あ、飴が使える。それ食べていいの？ああ、ちょっと注意事項が。いただきます。あるって言おうとしたのに。私たちさっきまで洞窟の中にいたよね。何この景色。夢でも見てんの？つまり私が飴をガリッと言っちゃったからこの場所に。はい、そういうことになります。空間の狭間にある建物なんてにわかには信じられないけど、こうして実際に目にしたら信じるしかないか。錬金術っていろいろすごいのね。アトリエに来たのはちょうどよかったんじゃないか。一休みしたらオートまで彼女たちを送ろう。ありがとう。正直ヘトヘトだったんだ。あれ？どうしたの？何か気になることあった？ちょっと私の武器の調子がおかしいのよ。錬金刀との戦いで壊れちゃったのかしら。どれどれ？あ、ほんとだ。欠けちゃってる。そうだ！それ、錬金術で直しましょうか？そんなこともできるの？もちろんです！錬金術にできないことはありません。それじゃあ早速始めちゃう。へえ、なんか綺麗ね。相棒、これが錬金術。やったね。お疲れ様ですな。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。治ってるか確認してみてください。うん、ちゃんと治ってる。手触りもなんだかちょっと変わっているような。実はより堅牢になるように調整してみたんです。これでもう壊れる恐れなしですよ。そんなこともできるのね、錬金術って。ありがとう。この武器気に入ってるから本当に助かるわ。よかったです。はあ、なんだかほっとしたら気が抜けた。お疲れ様。君も少し休憩してきたらどうだい？はい、そうさせてもらいますね。あれが錬金術なのね。なんだか不思議。初めて見たのに懐かしいような気がしたの。素材を入れてそれからいろいろやってたけど、壊れたものも直せちゃうのね。びっくり。すごいわね、レスナは。私なんて戦うことくらいしかできないのに。
そんなことは。すごく強くてかっこよくて、でもちょっと食いしん坊なところがあって、それに時々寂しそうな表情をすることもあって、気になる、知りたい、この人のこと、もっと。あのバレリアさん、さっき昔の記憶がないって話してましたよね。その話もっと詳しく聞いてもいいですか？バレリアさんのこともっと知りたいんです。そんな大した話じゃないわよ。今から3年前、私は目覚めた。その時より前の記憶が一切ないの。だからどこで生まれたのかもわからない。親の顔もわからない。親が今生きてるのかも。そうだったんですね。ごめん、暗い話みたいになっちゃって。そんなに気にしてないのよ、今は楽しくやってるし。うん、寂しい気持ちはちょっとわかります。親に会えないのは私も同じだから。レスナも？私の父は騎士だったんです。でも魔物との戦いで行方不明になってしまって、今生きてるのかどうかもわかりません。このリボンは誕生日にお父さんがくれたもので、これをつけてたらお父さんが見つけてくれるかもって、そう信じてます。そっか、そうね、信じるのって大事よね。ありがとう、ちょっと前向きになれたかも。お互いいつか会えるといいわね。はい、バレリアさん。ねえ、バレリアでいいわよ、私たち仲良くなれそう。じゃあよろしくお願いします。バレリアさん。バレリア、バレリア、うん、それがいい。なんだか恥ずかしいですね。ですも禁止。頑張ります。うん、頑張る。慣れるまで何度だって呼んでいいわ。ねえねえ、もっと話聞かせて。レスナのこと知りたいの。うん、それじゃあこれは私が師匠と出会った時の話なんだけど。じゃあ私たちはそろそろ行くわね。今回は本当にありがとうございました。二人がいなかったら私たち。それはお互い様でしょ。ゆっくりして行きたいけど、フロッケも待ってるし、仕事の報告もしなきゃだしね。ねえバレリア、私たちまた会えるかな。また今日みたいに一緒に冒険したりできるかな。ええ、もちろん。絶対にまた会いましょう。約束よ。うん、約束ね。今度私たちの家にも招待するわ。そんな大層なもてなしはできないけど。楽しみにしてる。じゃあ本当に気をつけて。またねバレリア。ええ、課題の達成応援してるわ。あの二人、依頼を受けてきたと言っていたが、どこで受けたんだろう。少し注意しておく必要があるかもしれない。ロマン君、注意って何？
私は用心深さにも定評がある男だということさ。まあ気にしないでくれ。うん？オリバー様。おお、戻ったか。極夜の錬金刀が現れました。噂通り貪欲に希少品を収集しています。我らの組織と直接対峙するようには見られません。ならば今のところはまだいい。依頼はどうなった？問題なく遂行されたようです。ほう、あのもの使えるようだな。もっと深く抱え込んでもいいかもしれん。次へ進ませろ。は、オリバー様。